見ていいたただけたら嬉ししですしもうね精いっぱい私はできることを頑張ってね本番に持っていければいいなと思いますはいそうファンクラブ専攻なのでぜひよかったら来てくださいうん東京芸術劇場は ね、一回立ってみたいなって思ってた場所なのですごく楽しみですし初めて立つ劇場なのですごく楽しみですしそう楽しみです本当にねうん頑張ります頑張ってね頑張りますありがとうございますそうすごいなんかショールームが久しぶりにまた開いたらバレンタイン仕様ということで <laughs> なな、な、んかか結構ね、ね、華やかな、ね、ちょっとね、バレタインって感じの <laughs> デザインになってて結構圧倒されましたけどね、変わらずゆるりと30分ぐらい配信できればいいなと思ってますありがとう「あの、レモンアバター」をまだ使ってくださってる方ありがとうございますそして見てくださって <laughs> フォローしましたありがとうございますなかなか私あのファンクラブ配信とかの方がすごく多いんであのなかなかねショールーム配信は回数的には少ないんですけどたまにたまに配信してるので <laughs> 結構見ていただけたらなと思います結構お菓子はちょいちょい見ていただけたらなと思います漂流者漂着者かな <laughs> どうなんやろうーん 結構髪切ったかえ切ってないと思いますね多分最後に配信したのはこの間髪の毛くくってたからかな髪の毛くくってましたよねこの間多分久しぶりにショールーム配信した時はどうなのか分かってないんですけどファンクラブあるのねありますファンクラブそう解説してうんーもう400何日とか経ってるぐらい <laughs> 400何日ぐらい経ってるうん。ファンクラブぜひよかったらお待ちしてます <laughs> ファンクラブでは今はねグッズの販売は14日から始まるんですよねそういや14日からファンクラブ限定のグッズが販売されたりとかあとは期間関係なくスクラッチみたいななんか いいろろ特典が当たるよっていうスクラッチみたいなゲームがあったりとかあとはインスタグラムみたいな投稿する場所がファンクラブ内にあったりとかかなあとはみんなでこうグループチャットって言ってみんなでこうグループ LINE みたいな感じで会話できる場所があったりとかあとはそう会員すけど一対一でお話しできる LINE みたいな。 機能もあったりいろいろ詳細とかはあの左上のバナーファンクラブなおカフェって書いてあるところをタッチしていただいたらその url に繋ぐのでそこからこうね説明とか見ていただけたらなと思いますそうお会非常に楽しめるっすって書いてくれてるいる <laughs> 嬉しいそうそんな感じかなそうそこ もし、ね、ファンクラブ選考とかも気になるしどんなんやろうって見てくださった方は是非そこから、ね、会員になっていただいてそしたらそのファンクラブ内で申し込み URL 舞台のファンクラブ選考を申し込める URL が貼ってあるのでそこから入っていただけたら申し込むことができますって感じです。ファンクラブで配信ってどのくらいあるえー、どんくらいしてますかね 1> 週一は絶対してると思います絶対に <laughs> そうでもほんまに3日間に1回ぐらいたまにしたりもするしもうでも気まぐれですね <laughs> 気まぐれうん今回は東京だけそうなんですよ今回は東京だけなのでねなかなかあれですけどうんねえ そう週2くらい最近は週2くらいかなーって言ってくれたはるありがとう教えてくれてそうファンクラブにねそうなんですよね「くまっていうね公式キャラクターができててそのグッズも4月ちょ4月は嘘ついた2月14日から <laughs> だいぶ嘘そついてた2月14日から発売されるんですよそうステッカーとノート是非狙ってみてください <laughs> ぜひぜひお待ちしてますうん四 <laughs> 4月的だた嘘ついちゃったすいません2月14日ですはいうんーもうあさってうんー懐かしいねグループ歌唱力懐かしい私泣きました <laughs> 萌歌ちゃんの歌声で泣いた、うん、バレンタインプレゼントやのあ確かに直熊のグッズがってことですねバレンタインだわノート使って仕事のモチベアップ嬉しいノートぜひ使ってくださいうん花粉着てるわかる花粉着始めました私も目だけかゆいんですけど本当に 辛いですね。<laughs> 目が痒い。うん、もう来たわって感じ。うん。グッズね、ありますよ。あるんですけど。見せる。見せて。いいの。<laughs> なお、カフェロゴの入った。このくらいの。ノートで。百ページ。あって。 マスみたいになってるんですけど裏には私がデザインしたクマがいたりそして中にもうっすらクマがいたりしてますこれノートめっちゃ生地もね見えるかな生地がねいい感じなんですよね是非よかったらマこのノートめっちゃお気に入りです私ででも数量ね決まってたりするのでぜひ 14日から発売なのでファンクラブ専攻を申し込めるしぜひぜひゲットしてみてくださいそう文字がね「ますます」っていうのが私すごく好きでノートだからすっごくおすすめですはい <laughs> すっごくおすすめですうん,、えー、んうん わなんか久しぶりですねショールームもでもいつしたやろこの間1月か1月の新年のご挨拶みたいな感じかなでしたのかな1ヶ月に1回ペースかな <laughs> ショールーム <laughs> 結構あれですねうん久しぶり元気だったです元気でしたよかった お久しぶりです。うん、月一、うん、ショールーム配信、多分今んとこ月一ぐらいのペースな気がします。髪切った、切ってないですね。うん、切ってないと思います。舞台の申し込みしてきた、わあ、嬉しい、ありがとうございます。ファンクラブ選考が昨日から始まって。そう、二十日、二十日までなので。 気をつけてください。はい。うーん、もっとシュルメてねできたらしたいなと思ってるんですけど、ファンクラブ配信をたくさんしようと思ってちょっとねしてたりしてたんですけど、ぜひファンクラブ配信も <laughs> 見てみてください <laughs>。そう。ファンクラブ配信。FC。トクラのハンバーグ食べたって。えー。 いいなぁ美味しいよねー美味しい京都のハンバーグ屋さんで徳良っていうハンバーグ屋さんなんですけど本当に肉汁がすごくてふわっとしたハンバーグで美味しいんですよねぜひ京都行かかった時はぜひ食べてみてくださいめっちゃ美味しいうん、ファンクラブはいっぱいしてるからねそうなんですよね配信ねそう。 <laughs> 仕事で京都行って徳良行ったよーやっておーいいですねファンクラブ配信ってショールームと同じ感じなのショールームと同じ感じかなファンクラブのあでもめっちゃしょうもない話とかもしたりしてますね最近ハマってる食べ物とか <laughs> ゆるっとした配信したりファンクラブの中で。 ね、いろいろ企画してることの話をしたりとかそうその回数があれかな「ショールーム」より緊張してない説まあ確かに「ショールームも」もまああんまり緊張は今日あんまりしてないけどなんかそうあんまりさ配信をこういう配信してないと「ショールーム」でも緊張しちゃうんですよ。 そうだからそういう意味ではちょっと緊張はまだしてないかなファンクラブ配信やっぱちょっと画面とかが変わってくるしあ今日はショールームなんだと思うとなんかちょっと一気に緊張するうんグラビア予定は今のところあるないですうん全然グラビアは別に何も思ってませんそう他よりもなんか雑誌女性誌とか は憧れます頑張りますインスタライブはしないとしてないですね全然いつからしてないのかカレンダーの配信の時ぐらいかな <laughs> なかなかあれですけどうんそうまたしますねすごいあれなんですね バレンンタイン仕様やから1位2位3位の方はチョコレートの上乗ってるのかな1位はハートの上に乗ってるアバターがで2位3位の方はチョコレートの上に乗ってるすごいすごいねなんかバレンタイン仕様って感じうん確かにインスタライブこそ誰でも見れるから緊張し <laughs> 確かに <laughs> なんかね ちょっと恥ずかしいですよ、ね、そのさあ知り合いの方とかに見られんのとか <laughs> 恥ずかしい緊張シーンなんで <laughs> 見られるって意識すると思う恥ずかしい <laughs> うんうん久々のショールーム新鮮新鮮確かに パパにはチョコあげるかえ全然考えてなかったです <laughs> そうやっぱりね遠いからさ送らなあかんかったりするか全然考えてなかった <laughs> あでも考えてなかったことはない送ろうかなって考えたんですよそうで送りたいものがあったんでそれを調べたんです予定を配送日みたいな行けるかなって調べたら日にちが 無理だっったたんででですすよで諦めたっていうのがあれですねだから全然もうそこからもうしょうがないかじゃあしょうがないと思ってうん <laughs> 思ってたそう食べてほしいなって思うそうスイーツがあったからチョコとかは関係なかったけど送ろうかなと思ってたお母さんも一緒に食べれるかなとか思ってでもちょっと日にちがありやしなと思ってやめました なんんうんお父さんきっと泣いてでもねお父さんはねお母さんからもらうからきっと <laughs> いいなうん,うんウイスキーボンボン見るとなおちゃん思い出しあ <laughs> 懐かしいモロゾフのねウイスキーボンボンが一時期めちゃめちゃハマっててでも今でもたまに見ちゃう買おうかなって。 でも勝ったら全部さな食べちゃうからと思ってそうやめてるうーんお酒はよく飲むか全然飲まないです飲まない別に強くもないしお酒うんね飲む機会も全然ないしなんやろ みんなとねもし今は全然あれですけど外食とか行ってみんなが飲むんだったら飲もうとは思うけど1杯目とかは2杯目とかは全然ソフトドリンクジンジャーエールとかウーロン茶とかかなうーんうーん今めっちゃ売ってるあっ あー売ってるね確かに売ってるうーんなぁが飲んで配信したらすぐ確かに私すぐね顔赤くなるからわかるかもしれないですね <laughs> あったよねありましたね <laughs> バレへんわと思って一回ありましたよねインスタライブが <laughs> あれ飲んでるって フたフフ <laughs> た写真集のね時でしたよね確かうん <laughs> あれなんか顔赤いけど飲んでる <laughs> あれ面白かったですよね <laughs> あの時のコメント欄も面白いいやそうですよねみんななんかあれやれみたいな <laughs> 懐かしいです <laughs> 面白いそうなんですよねありましたねタイミングがね <laughs> 梅酒でしたね梅酒あでも2回ありましたね普通のショールームの時とインスタライブの時インスタライブの時はあのあれですね確かあ写真集やったけど違うわロケみたいな時でマッコリを。 ちょっと飲んだんですよ本当にちょっとお酒強くないんででもあかなってあ結構ね多分パーセントが強い度数って言うんでしたっけ <laughs> パーセント強い <laughs> 度数ちょっと言い方ちゃうかったらあれですけどまあさしてください <laughs> あれ強くてやめてで帰ってからホテルに着いて配信をしたんですよそしたらなんかあれあれってなったのとあとは梅酒の味が好きで私甘いそうそれね飲んで。 ちょっとやけ飲んだらあれあれって <laughs> 2回ありました度数、度数っていうやんや度数度数パーセント <laughs> そうですねでもは初めてのそのマッコリは美味しかったですねその韓国料理と共にって感じだったのでもちろん韓国にいたのでその時ねあの撮影でロケで <laughs> だから うん,うん飲みたくなる時ってどのと時かえだからないです全然ないですね本当にないもう最近はもうカフェラテ <laughs> とか飲みたいなって思うぐらいあとは基本水飲んでますね水水飲んでるうんそうやな うんお手紙は取りに行くかどういうことやろうか取りに行くとお手紙は取りに行くとファンレターとかってことかなファンレターとかはあれですよ無事に事務所に送っていただいてるものはまとめて受け取ってます合ってる嬉しい書いてくれてうーん と22時半になったら終わるので教えてください30分アイスは食べてるか食べてないでもハーゲンダッツはずっと家にあります花持ちシリーズ <laughs> ねタイアップ CM に出演させていただいた花持ち銀銭きなこ黒蜜 冷蔵庫にずっと食べずに置いてる <laughs> そうでも売ってたりするんですよね今もそう店によってはだから見つけたらって思って買っちゃううんこの間久々にスタバ行った何飲みましたか、うんストックしてたしてるしてるよ食べれない <laughs> 置いてるのそう今はねあれは期間限定で出てたじゃないですか花持ちシリーズだから売ってないとこが結構多いのでもうって感じかなうんみたらしが好きおいしいよね確かにそううんー まあ、今探したけどない。ああ、お店によって、あったりするとこあるよ。う <laughs> んそう、あるんですよね。うん。うん、目が好き。ありがとう。嬉しい。嬉しい。そういうもったいぶり方ある。もったいぶり方。<laughs> 何アイスの話。<laughs> もったいぶってたっけ。 見てる YouTube 見てる YouTube はペイさんとかうんソワンワンさんとかあ霜降り明星さん霜降りチューブ霜降り明星さんとかかまいたちさんコロコロチキチキペッパーズさん かユーチューバーさんとか見るかなスカイピースさんとかうん意外とドラッグストアにあったりするあっそうなんや見てみよう今日はもう寝るかまだお風呂に入ってないので配信終わってなんかやることとか片付けちょっとちょってしてお風呂に入って寝ます お笑い芸人さんばっかりえいおいですよ <laughs> めっちゃ面白いんでうん <laughs> うんそう明日の午後からまた雪らしいえー、この間もすごかったもんね気をつけてくださいね本当に足元滑らないように。 いいいこと聞いたドラッグストア行ってくるおーすごい売ってたらいいなそう売ってたらすごいテンション上がります見つけた時に今日は走らない走らないかな今日はうんさすが関西人えっ <laughs> ど,どこでどこでどこで何の話したっけうん 都内もまあまあ降るんやそうなんやおー気をつけてください本当に暖かくしてね足元も気をつけてうんーすごい今ねアバター見てます久しぶりに見るお名前とか見つけてコメントとかはねもうしっかり見てるけどこのさアバター欄見たら 俺 <laughs> 懐かしいお名前だって思いますね。見てくれフフフフや。今リアルタイムかフからんけど入ってくれた,はったってことやろ？すごい元気ですか？元気ですか？<laughs> すかえフ、ー、影響が大きいかもそうなんや気をつけなこんばんはフフフんフフ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  アバター持ってるえー持ってくれてるんですかん<笑><笑>なんかさ忘れてるよねコメントとかね忘れることはないですよ私うん覚えてるよだから名前見てあ懐かしい 何スキスキってすごいスタンプみたいいいなありがとうごございます <laughs> すごいここにポーポーポーっておアカウント変わったけどアバターは昔のままあそうなんやなんならわしでも覚え, <laughs> 覚えてますよねやっぱりショールーム毎日してたからやっぱりねコメントの とこを読みながらさ名前も見るからだからしっかり覚えてるよショールームだけでごめんねえー、ごめんねとかじゃないです嬉しいです見てくれてありがとうございます嬉しいうん今着替えました <laughs> なんか気使ってもらった <laughs> ごめんなさいありがとう嬉しいね配信終わったらすぐ着替えはるかもしれへんけど <laughs> ありがとううん、こっちはちゃんと覚えてるでえ <laughs> なんで、ねね、いつもコメントしてくれてはるぜひ、うん、ね,是非ねファンクラブ先行の舞台が4月6日から4月17日の舞台に出ますのでぜひよかったらお待ちしてます すごいクッキークッキーも降ってるすごいありがとう <laughs> 着替えました <laughs> ありがとうもしかしてアバターに合わせて黄色の服全然考えてなかった <laughs> 嬉しい他のグループのメンバーにもコーヒーえー、そうなんやこのアバターちゃんと「棚尾アバター」だよって言いました? <laughs>「棚尾」って書いてるからねおでこに。 久々に見たあ,ありがとうございいます嬉しいコロナは大丈夫です皆さんもねもう気をつけるとか言われではないかもしれませんが、ね、できることとか、ね、して体調をね少しでも崩さないように気をつけてください本当にねいつ誰がなってもねおかしくないぐらいのあれやからね 私も舞台もね。ありますし、気をつけます。うん、赤犬のアバターが好き。ああわかる。いいよね。赤犬のアバター。好きわかる？うん。着替えましたえ。着替えれてないよ <laughs> え。着替えた。本当に。まだ反映されてないかわざと言ってきたか <laughs> どっちだうんお体ご自愛くださいご自愛くださいあれ <laughs> あれってかい,いじゃあ本当に着替えてくれはったんやろねありがとうわざわざでももう配信終わっちゃうのであの全然あの気使わずに <laughs> また配信した時にぜひよかったら来てくださいね舞台も4月からあるのでもし気になったよって方はぜひお待ちしてます東京マハロー第25回公演舞台「あの日私を裸にして」4月6日から4月17日東京芸術劇場シアターウエストにて11日だけ休演日なのでぜひぜひファンクラブ選考20日までなので。 ぜひお待ちしてます。はい、ということで、ありがとうございました。みんなも暖かくして、ね、今日の疲れをしっかりとって。また明日、東京とかは、雪が降るっていうのは。先ほど、教えていただいて。<laughs> なので、足元とかには。十分に気をつけてください。はい、久しぶりの配信、ありがとうございました。 じゃあみんなもゆっくり寝てくださいねということでありがとうございましたじゃあまたねおやすみなさいバイバーイ